突然ですが皆さん、爆死しに行きます。は？ということで今回は、あの闇の閻魔牙者をやっていきます。は？ここで皆さん思うはずです。こいつバカだろ、と。そうです。実際これはマジで闇です。ではなぜ回すのか。それはですね、クロス閻魔のスキル2が欲しいからです。ただ私はクロス閻魔を持っていません。つまり意味はありません。待って、金止まってるやん。どうせ Z ランクだろ。ほらね。この動画では、この閻魔牙者の闇、そして皆さんに爆死する映像を提供していきます。話を戻すと、ではなぜ閻魔牙者を回しているのか。それはスキル2を取っておきたいからです。というのもクロス閻魔が復刻した時、スキル2がない、というのを回避するためですね。まあ抽選外れたら意味ないんですが、それは考えないでおきましょう。150連で未確認を取る気にはなれないんで、というかポイントが足りない。まあこんな感じの理由です。話変わるけど、今回のイベは攻略するのか？できればしたいですよ。コラボだし、ゴルフスキルがあるし、強いホロメンが多いんでね、本当に攻略したいんですが、ゴルフきついんですよね。なので今回は諦めるつもりです。というか諦めてないならこんなガシャ回しません。それはそう、自分で言ってて悔しくなってきたわ。しかもこのガシャ見どころないんですよ。昔の SSS と Z しか出ないんで、何度でも言います。このガシャは闇です。マジで話変わるんだけど、実はこのチャンネルで、とあることをやらかしたんですよね。何をやらかしたんだ？実はこのチャンネルの説明に。If I reach 100 subscribers, I will eat bean sprout. って書いてあるんですけど、日本語にすると。登録者100人でもやしを食べます。って書いてしまったんですよ。で、今の登録者数がとっくに100人超えてるので、もやしを食べないといけないんですよ。いや、早く食べろよ。というのも食べるタイミングがわからないんですよ。いつ食べればいいんでしょうか。個人的には質問コーナーとかやりたくて、その時に食べようかなとか、考え中です。というか書いたことを公開してます。そしてありがたいことに、最近再生数の伸びがいいんですよ。見てくれている方、本当にありがとうございます。で、ガシャに戻りますが、40連目が終わるところですね。今のところ Z なし、ゴミですね。もう一度言います。このガシャは闇です。自分で確かめないとわからないだろ。って思ってる人はリセマラでやってみてください。絶対とは言いませんが多分爆死します。そういえば今リセマラやってるんですよ。何狙いなんだ？ ZZZ コインリセマラで、暴走閻魔狙います。ちなみに今のところ、うんちは出ていません。一安心ですね。そのうんちいただきましょう。見事に中身はうんち。これで50連目が終了。ワイポがなくなるので精神的に来ますね。ワイポくれー。そういえば運がいいのか知らんけど、赤カットイン来ませんでしたね。どうでもいいか。ワンチャン虹が来ることを期待しましょう。というか確定枠を運んだろこれ。UZ の確率変わらないし、このガシャのいい点って、確定閻魔が入ってる、だけなんですよね。やっと70連目。ZZ 以上を見たい。欲を言うならライザーが欲しい。どうせ出ないんだろうけど。だろうね。もうなんか慣れてきた気がする。マジでそれ。金2個か。うん、だろうね。ワンチャン止まんないか止まった。頼む暴走不動明王でいいから。ZZ 出てくれ。頼む、脱群明王だけど。お前じゃないんだよー。ってことで話変わるけど、今週もコラボスコア炊きましたね。と言ってもいつも通り、ブルジョアでやります。多分動画上げると思うんでよかったら見てね。全然かよ。ただいつものブルジョアじゃ飽きてくるので、おすすめのパーティーを良ければコメントください。そういえば80連目なので Z 確定枠です。危ねえゴミガシャすぎて忘れそうだったわ。なんか言った？また言います。このガシャは闇です。間違えて回さないようにしましょう。ということで90連目ですね。ZZ 確定枠が110連からなのクソですね。ZZ 一体ぐらいくれよ。ついにワイポが1万切ってしまった。閻魔ガシャに4万、5000も使うって、辛すぎでしょ。クロス閻魔のスキル2が手に入るだけマシか。そういうことにしておこう。金止まったな。また不遇明王かよ。もういらないって。ということでラスト100連目いきます。やっとこの地獄から解放される。最後は虹を見たい。マジで虹来てくれ。は？は？ついにクロス閻魔のスキル2ゲットですね。ZZ 確定は回さないのか？は？絶対回さん。どうせ不遇明王が出るだけ。よっしゃー。クロス閻魔ゲットー。いや、ゲットしてない。なんか時計の書もらったんで、やっていきましょう。ちなみに当時のイベやってないんで、ウォッチ完成は無理ですね。あと閻魔牙者でもう一個文句あるんですけど、なんで時計の書魔人ウォッチなんですか？そこは妖怪ウォッチ X にしてくれ。って思います。やっぱ不動前いいね。演出早い。なんか中継検知玉で安くね。
イベントでも集会で中継検知だけ出たり、で、いつの間にかカンストしてるっていう、これがよくあるんですよね。ちなみに本当に当時のイベやってないんですよ。これを見てもらえればわかると思います。ミュウになってるんですよ。もちろんパーツの数も、1なんですよ。ちなみに1から作るのに必要な書の数は、まず持ってないパーツが32個、そして1回で2個ドロップするので、16個時計の書が必要です。一応ステージやります。と言っても弱いんでね、正直簡単です。はい。ということで、運のガシャは闇です。ご視聴ありがとうございました。あと X フォローしてください。本当にお願いします。マジで頼む。本当にお願いします。マジで。